ロドスのオリパシー研究、さすがですわ。ここで勉強を続ければ、いつかきっとシュバルツをも治せるようになるに違いありません。ドクターも当然協力してくれますわよね。隣でレポートを書いているから、何かあればいつでも声をかけてちょうだい。